自転車ニュースをちょっと技術的な視点も含めて解説します。今回取り上げるニュースは、スラムが UCI の新しいギア比制限に対してベルギー競争当局に法的異議申し立てを行ったというものです。スラムはアメリカの大手コンポーネントメーカー、 UCI は国際自転車競技連合、国際的なレースとかを取り仕切ってる機関で、これは UCI が2025年10月に試験導入を予定しているギア比の制限に異議を唱えるものです。サイクリングニュースやサイクリングウィークリーなど複数のメディアがこの件を報じています。どういう制限？ペダル1回転あたりの進む距離を 10.46 メートル以下に制限するというものです。実際は少なくとも試験段階ではタイヤの細かいサイズを考慮しないらしく、フロント54、リア11のスプロケット構成、ギア比で言えば 4.91 相当だけど、これを最大とするものだそうです。これより重いギア、例えば 54×10 とかは使えないってこと。なんで？安全対策だそうです。最近のロードレースのスピードアップと落車危険性に対応するために、セーファーという組織の提言に基づき実施するとのことです。これ自体は半年くらい前にアナウンスされていたことです。ちなみに最近物議を醸していたハンドル幅制限もセーファーによる提言です。なんでスラムが怒ってるの？いくつかあるんだけど、まずこの制限に科学的な根拠が示されていないと主張しています。つまりギア比と安全性の関係性ですね。 UCI はあくまでテストだからと言っています。さらにスラムは、この制限は技術革新を阻害するし、特定メーカーを優遇して競争法に違反していると主張しています。もちろん UCI は政府の提言に基づく安全のためで、どのメーカーも優遇してないと言っています。でもスラムのトップグレードには 50×10 の組み合わせがあって、実際のレースでも使われてるけど、これが制限対象になるんです。対して島のユラエスの最大ギア比は 54×11 でちょうど制限の上限です。ちなみに茅の外感あるカンパニョーロは現状レースに提供している範囲では影響なしだそうですが、製品ラインナップ的には制限を超える組み合わせが多数あります。この表から制限に引っかかるのはリアジュ T の時がほとんどだとわかりますね。シマノは 11T までしかやってないから基本的に引っかかりません。それで UCI がシマノを優遇してるって主張？別にリアを 10T にするなんて簡単そうだから、それが有利ならシマノもやってると思うけど。意外と簡単でもなくてね。 10T が有利かどうかは微妙なラインだから今回置いておくけど、 10T 以下になると直径が小さすぎて、古い規格だと物理的にフリーボディにはまらなくなってしまいます。フリーボディはリアホイールのスプロケをはめる部分のことね。なのでスラムは12速化の時、カンパニョーロは13速化の時の規格変更で、トップ 10T 以下に対応した設計にしています。スラムの XDR ドライバーとカンパニョーロの N3W です。シマノも割と最近12速デュラエスで新しい規格を作りましたが、これまでの規格のマイナーチェンジ程度で 11T スタートのままでした。シマノはこれ以前にマイクロスプラインというトップ 10T 以下に対応するマウンテンバイク用規格があったから、これのロード版を予想していた人も多かったけど、そうはなりませんでした。新しい規格の HG スプライン L には見た目が少しマイクロスプラインに似ているから、今でもこれをロード版マイクロスプラインと思っている人もいるかもしれません。実際はスチール製前提だった HG スプライン L の山を細分化してアルミボディに対応したものです。とにかく主要メーカーではシマノのミトップ 11T までしか実現できず、しかもさすがに数年は新規格が出せないだろうってタイミングでこの制限案です。技術的問題をロビー活動で解決してきたと勘ぶられてしまったわけです。陰謀論では、制限して安全性向上の効果があるかをテストするわけですから、使われている範囲で制限しなくては意味がありません。どこで区切るかと考えれば、このラインになるのは一定の合理性があると言えると思います。でも厄介なことに、シマノは UCI の最上位のスポンサーで、スラムはスポンサーですらないです。あと UCI は何かとセーファーが言ったからって言ってるけど、そのセーファーだって UCI が設立に関わっている組織です。
忖度を疑われるような土壌はたっぷりあるってことね。 100% クリーンだとしてもテストのために特定のチームだけ不利益を受けるわけですから、不平不満が出ないはずないですね。保証とかあるといいんだけどね。この件について海外掲示板レディットで反応を見てみました。大きいギアは小さいギアより危険というのは未検証の仮説に過ぎないし、 10.46m と 10.65m の違いで安全性に有意な差があることは絶対に証明されていない。 UCI の場合、悪意でやってるのか単なる無能なのか判断するのは難しい。俺はスラムのファンボーイじゃないけど、この訴訟に関しては彼らを支持するよ。じゃあもし上限を 10.65 に引き上げたら、今度はスラムのチームがシマノのチームよりちょっと有利になるだけじゃない。スラム派じゃないけど、この件では全面的に彼らを支持するよ。それに UCI に善意の解釈なんて全然与える気はないね。シマノだけが新ルールで問題ないなんて、単なる怠慢とか偶然で済む話じゃないのは明らかだよ。ジューティーコグはチェーンの曲がりが大きいため効率が低く、他にも多くの問題を受けます。これ論点ずれてるけど、ジューティー批判は他でも結構見かけました。効率と波数の関係は過去動画にあるんで、よければ見てください。他の問題というのは、波数が減ることによって丸からた角形に近づくので振動的になるってことに言及してました。プロにはギアの制限なんて必要ないよ。踏めるなら使わせればいいんだ。じゃあ山の下り坂も危ないからやめるべっきり。いっそ全レースをズイフトでやって、誰も落車しないようにすれば。スラムはクソだけど、 UCI に立ち向かうのはよくやったと思う。だって本当の悪は UCI だからね。とまあこんな感じでした。この件は支持するけど、俺はスラムが嫌いだって人は結構多かったですね。かっこいいのにね。なるべく中立的に意見を抽出したかったんだけど、いるのは UCI に批判的な人と、たまにスラムアンチがいるくらいで、 UCI 支持派を見つけるのは困難でした。個人的には繰り返しになるけど、あくまでギア比と安全性の関係を調べるテストとしてなら、このギア比が境界になるのはある程度合理性があると思います。でも結果の遺憾によらず、このギア比がそのまま制限に設定されたらおかしいと思います。この試験結果にも今後のベルギー当局の判断にも注目です。さて、今回はニュース解説的な動画をやりましたが、初めての試みです。好評ならたまに気になるニュースがあった時だけでも続けてみようかと思うので、コメントとかで感想を教えてくださいね。終わり。